さあ始まりました、2次番5月企画3人寄れば、 MC の白雪智恵と、どうも輝く閲覧帽子おしこまさらと、家のゴミリと申します。4月はね、長尾とペテラの大して変わらんという企画でしたが、5月は3人寄ればという私たちの番組になります。この番組では毎週3名の、ゲストがフリートークを行い、私たち3人がその様子をモニタリングして、うん、普段の配信では見られないトークテーマで等身大のライバーを覗き見るっていう人間観察バラエティなります。いいすか、リアシンガー観察なんて。どんな話が出てくるんだろう。そもそも私たち3人って結構見慣れないよね。はじめまして。はじめまして。こんにちは。早速 VTR 見ていきましょう。どうぞ。ここのお店らしいです。なんか雰囲気いいじゃない。素敵。二人二人の時はあったけど、三人が初めてだから。確かに。ここ二人なんか、うん、私吹奏楽、あ、そうだったの、そう、うん、の時にすっごいここの二人仲いいんだなって思った気がする。あの使われてたエルさんが、うん、それ仲いいよ。お茶とか言って、うん、はいはいみたいな。やってたっけ。やってたやってたやってた。仲いいんだなって思って。かわいそう。かわいそう。逆に辛かったことあります？ユニティの3人と、うん、デロンさんとカナエさんとレオスで 3D でやった時があったんですよ。その時にレオスの、うん、あのモメネコいるじゃないですか。モメネコがなんかスタミナの、スタの、うん、かなんかをめっちゃ食べるみたいな。おお、スタ丼。そう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 、があって、あとそれをチーズ牛丼だったかなと思ってて、うん、でチーズ牛丼ってなんか悪い意味があるあーなんかインターネットで、ね、悪口って言う人もいるみたいなことがあるんですが、そんなにそれを知らなくて、なんかそのレオスが遠くに行ってる時の、戻ってきた時のネタでなんか、うん、なんかチーズ牛丼にしたもんねみたいな、うん、言ったらなんかすごい、え、こいつなんかめっちゃ悪口言って、えぇー、そんなあ、オタク扱いしてみたいな、ちょっとコメ欄がざわついて、ギリじゃないみたいな、大丈夫みたいな。確かに急に来たらね、なんでチーズ牛丼セレクトなんだってなるし、で、リオさんのやつもなんか、うん、チーズ牛丼じゃなくて、でもチーズ牛丼の匂いってのがまだ、ね、そう。でその後にすぐなんか、あれ豆猫ってチーズ牛丼じゃなかったっけって言ったら、なんかスタドモンスでみたいなって、私もすぐ配信で、 あれはみたいな、本当にすいません違ってみたいな。あれすごい怖かった。あ、でもチーズ牛丼に罪はないのにね。そうなんですよ。インターネットというあれのネタになっちゃってるから、ね、チーズ牛丼でそんな言われると思わなくてすごいびっくりした記憶があったの。でもすごい冷や汗かいた。これはわからないかもね。でも言うてそんな辛かったことないかもな。そのマジで自分の人生と V 人生どっち取るかみたいな、はいはいはい、その選択を取るのが人生で一番辛かったから、うん、それ以降はそんなにないかも。なんか学校を続けるか、はいはい、学校をちょっとあの休みつつ V するかみたいな時に家族で喧嘩したぐらい。そうなんだ。かな、うん、一番辛かったことは。親と喧嘩した。今はもう大丈夫。今はもう仲良しで。あ、よかったよかった。うん、そうなんだ。まあでもなかなか V っていうのもね。いや、そうだよね、分かんないよね。なんか親世代は特に遊びなんじゃないの。何なんですかこれはってなりますよね。おじいちゃんおばあちゃんも分からんままやから。ママ。サラちゃんは一番辛かったこと。これ絶対共感してもらえるんだけど。何？ 3D お披露目の前。分かる。これライバーが絶対読む時期。辛いね。マジで読む。本当に大変なんだよね。読まない人いないってレベルで、うん、3D お披露目の前はもう忙しいし、何から何まで追い込まれて。でもさ、配信は一番やりたい時期じゃん。そうなの。 3D お披露目までに盛り上げたいじゃん。やりたいん
のに準備もあるしみたいな。あ、よかった、同じだった。そこだよね、うん、でも私潔く休んでた気がする。あ、まあ、だから逆に一番辛かったのは告知される前だかも、はい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 、告知されてからはこれに準備があるからみんな忙しいんだよって言えたけど、まだ告知もされてなくていろいろ準備段階、それこそダンス頑張ったり歌のレッスンしたりとかの時に理由も言えない、でも休んでる、ただのサボってるやつになる。